ポイント4つ目。これは結構万人に使える再現性の高いものだと思います。始まり終わり、そしてフレーズの折り返しの音と長さだけをコピーする。アウトライン、その骨組みが必要なんですね。なんとなくの補助輪みたいなものが最初は必要だと思うんですけど、その時に始まりの音とそのフレーズの長さ、そしてどこの小説から始まってるかですね、それだけをコピーすると。 でその間は自分の好きなようにアドリブをしてみるっていうのはねとってもいい方法だと思いますのでねぜひねチャレンジしてみてくださいビル・エヴァンスのトリオの、えー、有名な枯れ葉のレコーディングがありますけどビル・エヴァンスの始まりの音とフレーズの長さだけをとってみるってことですねビル・エヴァンスのソロの始まりは1小節目の1拍目から始まっていてナイスの音から始まってると。 まあこんな感じの始まりをするんですけどまあ自分のアドリブを作る練習なので間はどうでもよくてアドリブの始まりって結構いきなり作るの厳しかったりするので最初の一フレーズ最初の4つ5つの音は丸パクリで始めてもいいかもしれないですね。